医療法人社団日照会グループホーム一応の木の松林彩です。趣味は旅行です。今は行けないんですけども、行けるようになったら北海道や沖縄に行ってみたいと思います。現場の業務に入りながら、今はユニットリーダーを任されており、施設長と現場職員との間に入り業務をまとめる仕事をしています。その中でやりがいは、利用者の方からありがとうと笑顔で言われることです。今、認知症の方がいる施設で働いており、認知症の方のケアの仕方、介護の仕方を後輩にどんどん教えていきたいです。また教えることによって自分もスキルアップしていきたいです。私も介護の仕事は初めてでしたが、利用者の方やご家族の方にありがとうと言われることは本当に嬉しいことです。大変なこともありますが、嬉しいことや楽しいこともたくさんあります。皆さんで一緒に介護の仕事をやりましょう。